ライン今日初めて着る服をねちょっと下ろしていったのよ。そのちょっと時間が早かったのもあって、あもうこれでいいやみたいな感じで、そのブラウスのワンピースをもうそれこそ袋から開けて初めて着てったのね。で鏡を見たらめちゃめちゃなんか薄い生地で、足がさなんか透けてちょっと見えてたのよ。えやばっと思って、もうでもちょっと1枚着てくる時間もないし、あの下着がスケスケとかそういうことはないよ、なんだけどちょっと薄かったのよ生地が。でももうちょっともう急いで行ったのね。したらそれが全部こう前がボタンになってるワンピースだったんだけど、そのボタンがすごいちっちゃいのよ、一個一個のボタンが。上の方のボタンがプンって取れちゃって、そのたんびにこう直してまたプンって取れて直してってずっと繰り返しててタクシーの中で。いやもうこれどうしようと思って、もうやばいからその真ん中のところにバッグの紐をかけて押さえつけて行ったのね。もうねもう透けてるし、ここもうすぐボタン外れるし、もうこのワンピースもちょっと今日考えてきてくればよかったとか思いながら待ち合わせ場所に行ったのよ。そしたらもううちのマネちゃんが、ラミーさんあのボタン何なんですかみたいに言われて、そしてもうボタンがこれ取れちゃうんですって言って、でそのまんまあのみんなのいるところに行って、やっぱその話になってさ、ポルカーがあの一枚下になんかレースみたいな服着て逆にボタン開けたらおしゃれじゃんって言われて、あー確かにちょっと今度からそうしようと思った。ポルカーはねそういうちょっと些細なところもちゃんと見てるし、アドバイスもできる女なんですよ今日はでもちょっとさすがにね準備不足だったね。